朝日ライジングは、日本の競争馬。馬名の由来は、冠名へ登る。2歳の夏に、中山競馬場の新馬戦で、小林淳一を安城にデビューするが3着に敗れる。次の未勝利戦で、初勝利をし、3戦目のサフラン賞にも勝利し、2連勝を挙げる。初の GI 挑戦となる阪神ジュベナイルフィリーズでは、6番人気に、支持されるがテームプリキュアの5着に敗れる。 2006年、3歳になり、初戦の名の花賞は一番人気ながら9着、クイーンカップは恋歌の2着。年明け3戦目の大賀賞、トライアルアネモネステークスでは、安城が小林淳一から柴田義富に乗り換わり、一番人気におされに馬審査で勝利し、大賀賞の出走権を獲得した。またこのレースより管理調教師の加藤修保が、 定年引退のためが深新秋級者に天馬屋となっている。初クラシック出走となった大花賞では逃げ切りを図りキストヘブンの4着に続く優秀品馬では先行志向位置につけて川上プリンセスの3着と構想した。その後海外遠征を観光。米国 G1 アメリカンオークスに出走することを選択。日本の機種は起用せず。 ビクター・エスピノーザを安城に迎える。レースでは一番人気に支持されたものの、大きく出遅れてしまう。しかし直線鋭く伸びイオンバシン・ハンサの2着と検討。その後帰国し、アメリカンオークス以来約3ヶ月ぶりの出走となる。週刊賞では5番人気に支持され川上プリンセスの2着と、検討した。さらに、エリザベス女王杯では先行した馬にとって、厳しい。 速いペースとなったが4着に粘った。2007年の初戦は、中山ヒンバステークス。一番人気に押されたが13着と大敗した。56.5キロという厳しいハンデを背負わされ、またスタートで出遅れたこと、休み明けだったこと等が影響したと思われる。しかし、自走の阪神ヒンバステークスでも粘りを見せられず8着に、敗れた。ビクトリアマイルでは、前走。 前々層の大敗で人気を落としていたが、うまくペースが落ち着いたこともあり、持ち前の粘りを見せ恋うたの二着に食い込んだ。その後、クイーンステークスに出走。開幕週のうち、枠が荒れていない有利な馬場を味方につけ、逃げ切りで初の重賞勝利を収め、8月30日に発表された重賞オープン特別競争レーティングでは、107ポンドの評価が与えられた。 続く、不中品バステークスでは一番人気に支持されたものの、デアリングハートにかわされ2着に敗れた。自走は、第32回、エリザベス女王杯に出走。スタートで少し出遅れながら、道中は2番手につけ、直線を迎えるものの、最後は皇族に交わされ7着に敗れた。エリザベス女王杯に出走した後、脚部不安により1年近く休養し、 2008年10月19日の府中品バステークスに出走したが、再開の18着に敗れた。その後、左台に中手骨を骨折していたことが判明。年齢的なものもあって、現役続行を断念。10月31日付で JRA 競争場登録を抹消し、引退した。引退後は、生まれ故郷である北海道浦河町の元スカズ都市の牧場にて、 繁殖品馬となった。しかし、2016年に生産されたサントルビルからは谷川牧場が生産者となっている。祖母の弟に重傷未勝理ながら、札幌賞、東京優春三着、天皇賞二着の成績を残した朝日エンペラーがいる。ありがとうございます。